しのげ十八は、新末の民衆反乱の指導者。本名はしのげ最近。関東昇によろし県つばめ子出身。1849年に、厚生省桂平県カナダ村で、廃城定会に入信し、故郷で、布教活動を行って、信者を増やした。1851年1月、廃城定会が、太平天国の乱を起こすと、 篠毛十八も合流すべく2から3千人の組衆を引いて新余からカナダ村に向かった。篠毛十八軍が厚生省に入った時に太平天国軍は新軍と王光江口で戦って竹吉に移動していた。篠毛十八は太平天国軍が敗れたとの誤報を得て、宇都林を占拠して根拠地とすることを決定し、宇都林を包囲した。 後世純武衆停釈がが移林に援軍を派遣したため、30日余りの包囲でも陥落させることができず、深夜に撤退した。7月に入って忍毛十八は交通の要衝である、らただし衆ら教教を占領した。両公総督、女広志信が自ら兵を率いて、ら教教を包囲したが、忍毛十八軍は、包囲を耐え抜いた。年月、ジョヒロシシンは、 太平天国軍本体と戦うため経輪に赴き、羅境居攻撃は関東巡部、陽明鎮が引き継いだ。この頃すでにしのげ18軍の食料は不足するようになっていた。6月に新軍の総攻撃が開始され、しのげ18はじめ1000名余りが戦死し、放棄は鎮圧された。ありがとうございます。